いいですか、そこポジションがいいね、せーの、スウェイアロハアリシャンです、ヤサスマリナです、ヤサスマリナ、いやそういう感じに、アンニョンサオリンです、ウィルゲー、何言ったの今、ヤサスマリナ、何語、ギリシャ語、そう、ヤサスマリナ、え、ヤサ使ったギリシャで使ってみよ、調べてもない、はい、というわけでちょっと早い夏休みを取らせていただきました、はい、楽しかった、はい、それぞれいろんな国から帰ってきたと思うんですけど、体調大丈夫ですか、あ、ちょっとなんかやばいですね、総理の声が、声が海外行くとあるあるなんだけど、うん、絶対冷房で喉やられるの、あー、ね、影くんもでしょ、マリナちゃんもでしょ、うん、大丈夫でしょ、いや、私、ハワイで高熱出した、あ、そう、なんで あれだろ、普通にしたの、なんか倒れそうってなって、怖い、いきなり、でも珍しくないですか、怖いね、でも一個心当たりあるとしたらあるじゃないかって話したんだけど、あのヒアロン酸入れるとなんか疲れた時にさ腫れるみたいな、うん、そうね、うん、次の日おでこめっちゃ乾く、乾くみたいになってて、ハワイで入れたわけじゃない、じゃないよ、6年前ぐらいでさ、絶対ですよ、だってヒアロン酸みたいなのちょっとだけポコって韓国みたいにボンってなって、でもあるよね、あるよね、そんな6年経ってもここだけポコってなって、で顎とかも痛み出して、昔入れたヒアロン酸のところが、うん、多分ちょっとした感染症みたいな、あー、疲労からのです、そう、疲労がね、でもう死にそうになってたら、しーちゃんが奇跡的に子供用の熱さまシートと子供用の座薬持ってて、子供ってさ多分お尻からさ薬入れるんだよ、赤字だって、うち、はいはい、その子供用のやつ座薬もらってお尻から効くんだよ、効くんだよ、めっちゃお尻が一番、もう30分後ぐらいに元気になった、いや、すごい、それは元気すぎ、体調崩しがちだね、崩しがち、うちは1週間ハワイいて、うちは韓国に仕事含め1週間、うん、1週間、マリナ10日間ぐらい3カ国回りました、うん、うわ、ドバイ、アテネ、うん、サントリーニ、イオスなんだけど、うん、イオス島に行きたかったの、うんうんうん、そこに行くには経由しないといけないから、せっかくだったらドバイで2日間楽しんで、アテなんて一生いけないじゃん、うん、アテネで、ね、アテネで1日次の日の飛行機までちょっとね街歩いて、うんうん、サントリーニってそこからフェリー乗んなきゃいけないから、うん、フェリー乗ってイオス島で3泊4日楽しんで、サントリーニ最後1泊泊まって帰るみたいな、あ、まあ、しっかり10何時間飛行機乗るからさ、うんうんうん、やっぱ10日間は必要っていう、なるほどね、時差あった、時差ボケはない、だってハワイ過去だもん今、あ、そうアリちゃんと電話したよね、そう、サオリーとハワイの時電話して、ちょうど12時回った時ぐらいで、今何日なんだよみたいな、そう、お話して、え、待って、サオリーって未来の人超バカな会話今の日本ってどんな感じなのでもさ、仕事もさ、うん、あれがずれる、あれマジ不便、あ、だからタイムツリーやばくなかった、やばくなかった、ぐちゃぐちゃになってるの、そうそうそう、話噛み合わなかった、そう、話が一切噛み合わない、ずれてるから、あれ、うち日本で入れた予定がめっちゃずれてるってなって、でさ、それ、うん、明日さ、泊まりの撮影じゃん、うん、で、それが今日予定入ってたの、うん、なのに、うん、3、4でなってて、おかしいよね、一定ぐちゃぐちゃだから、フォークで入れたの、このスケジュールと組み直しを聞いてないんですけど、マリナさん、海外居酒屋じゃないですか、恥ずかしい、怒っちゃって、恥ずかしい、怒っちゃって、はい、というわけで、はい、お土産買ってきましたね、影くんはどっか違う国に行ってこないで、パスポ鳥取の福岡、あれ、パスポートないといけないじゃなかった、いや、鳥取今や、じゃあドバイにも鳥取あったよ、砂丘違う、砂丘違う、でもほぼ一緒、これが鳥取の砂丘で、こっちがドバイの砂丘、ほぼ一緒、ほぼ一緒、じゃあ誰から行く、うちからでいいですか、はい、サオリンから、じゃあまず、まあまあまあ、これは絶対嬉しいでしょう、はい、絶対二日酔いでもいい、そう、毎回買ってるんだけど、韓国もこれのおかげで二日酔いゼロでした、飲んだ後でもいいけど、まあ先に、で、味がね、ちょっとあんま売ってなくて、これがビタミン、はいはいはい、こっちマンゴー、あ、ここありがとうございます、ラッキー、イケメン、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあ、そう、あと一つしかないんですけど、はいはいはい、これはもううちが事前に試しました、え、家で、これオリーブヤングでしか売ってないんですけど、ピーチとイチゴどっちがいい、キーチ、キーチピーチ、ごめんね、ピーチとイチゴ、ピーチ、はい、こっちピーチ、いちごですよ、いちご、影くんはピーチ、何これ、やった、ありがとうございます、何これ、こちらですね、こちらお風呂に入れる入浴剤なんですけど、めちゃくちゃローション、うわ、いやいやいや、いいのそれって、めちゃくちゃローションなんだけど、めっちゃローション、めちゃくちゃローションになるから、すごいエロい気持ちになる一人でムラムラしかも、一人で入ってないよ、それはさすがに、ええー、ちなみにこれそのまま流せるんだけど、3分の1の水に対してこれ一つなの、3分の1、でもそれだとめっちゃローションになるから半分ぐらいで大丈夫、まあ自分の家でやっても直して大丈夫だ、流しました、しかも薄まってるから普通に、あ、なるほど、え、待って、これ何のために作られてるの、エルイベ、あ、韓国でもそういう、え、これオリーブヤング売ってるの、オリーブヤングでしか売ってない、オンリー、待ってよ、おかしいでしょそれ、めっちゃ強いよ、本当に楽しいよ、
デラーン本当に楽しいのこれ。じゃあエロい気持ち、あの好きな人と。じゃあちょっとエロさを満喫して、エロい気に、はい、でもちゃんと使えるやつ。そうだね、はい、ちゃんと。ありがとうございます。以上でございます、はい、じゃあ私行きますか。はい、じゃあ一旦もう皆さん気分を味わってほしいんで、一旦これをつけてもらって。これハワイで買ったら1000円するのかな。高っ。セットだだるいやつだ。はいはい、もうこれなかなかないよ。頭か、うん、手ね。ボタン可愛い、はい、食うからダメだ。じゃあ一回ボタンくんのお土産。あ、ボタンくんにもあんの、はい、あ、え、かわいい。アロハの服。うわ、なんかエビジャっぽいな。確かにエビジャだな。かわいい、かわいいすぎ。はい、ゴタン君のお土産です。よかったね、ゴタン君。はい、こちらアロハシャツでございます。かわいい。4200円。これで高いね。ハワイだから。まあまあだっけ、人間の服やんけ。確かに。はい、というわけでじゃあお土産いきます。こちら、あー、え、嘘。はい、やった。え、これアリシャが乗せていいなと思ってた。サオリマリナの。本当だ。3人の芝居の名前入り。めっちゃいい、めっちゃいい。名前入り。後ろに名前が入ってて、このロコのやつも、このシャカポーズも刺繍しました。かわいい。かわいい。色選んでくれた。色を選びました。かわいいよね、この帽子ね。あ、いい、似合う似合う。あ、いいね、かわいい。嬉しい、帽子。これいいね。うちだけ、あれなんだよね。これ、大谷翔平のさ、ドジャースっていうか、なんだけど、うちだけ、まだ前の球団のやつ。そう、もう大谷翔平スターですから。はい、これ、まず1個目。すごい、ありがたい。あ、じゃあちょっとクッキー食べながらっていうことで、ホノルルクッキー。これ、前回、かげりくんが多分買ってきてくれたクッキーと同じなんですけど。絶対ハワイ行ったら買った方がいいってやつだね。いいよ。うわ、発達な、その入れ方。危な。乾杯。これは普通のコンビニの。あ、コンビニのコンビニさん。リプトンみたいな。関係ないですね。やったー、うちこれめっちゃ好き。美味しいよ。チョコチップいただきます。じゃあいきますね、はい、じゃあマリナまず。次は一人一人違うやつ。最近こうジムに行ったりとか、はいはい、ハーブティー持ち歩いたりしてるじゃないですか。あ、持ち歩いてる。ペットボトルのこう常温でぬるくなっちゃうじゃないですか。確かに確かに、はい、ハワイの、これスタバ限定の8時間冷却できるタンブラーでございます。ちょっとデカめですけど、はい、でもこれぐらいは必要。まあ確かに夏はこれぐらい水飲まないと。確かに、うん、健康じゃないですから。確かに、はい、しかもこれどこのスタバに行っても置いてなくて、やっと空港のスタバで見つけました、逆に空港にあったの。はい、使ってください。ちゃんと実用的な、実用的。で、サオリンさん、アイコス入れでございます。本当にアイコス入れ。これアイコス入れか。ボロボロじゃない。いや、じゃあこういうやつ、こういうやつ、こういうデザインのやつ。ボロボロじゃないの。こういうやつ。ありがとう、かわいい。これも4000円すんだけど。嘘でしょ。さっきのやつ一緒だもん。4000円くらいよ。26って。あ、もうこれも5000円くらいですわ。ありがとうございます。はい、アイコス入れよく使ってるからね。じゃあ、かげいくんです。間違った。いいんですか。ありがとうございます。まずはこのスタバシリーズで言うと、スタバ限定のアロハポーチ。すごい、超かわいい。これは13ドルいいんですよ。どれだけ値段を言いたがる。じゃあこれね。ありがとうございます。やった。かげいくんはね、要望があったんですよ、最初私に。え、それだけ。うん、それだけ要望があった。変な置物を買ってきてほしい。うん、ハワイといえば。はい、ありました、かげいくん。うわ、やった、嬉しい。しかも男版。え、女版持ってる。女版ハワイ行った時買ったんで、超嬉しい。すごい、奇跡。だから隣に置けます。すごい、嬉しい。うち男版買ってんの、やばくない。え、めっちゃありがたいです。これ多分ソーラーパネルでこうやって動くやつだ。そうそうそう。え、待って、え、男にしようか女にしようか迷ったの。すごいんだけど。出会ってんじゃん。え、やばい、やばい。これ買ってるんで。こんなこっちにしようとしたの。うわ、よかった。すごい。まじ、そんな奇跡あんの。え、やったー。いいね。この奇跡そのと、まあ、あと影くん。嬉しい。今、ハワイで黒焦げのキティちゃん流行ってるんですよ。おー、うん、焼けてるやつね。影くん。お、お、黒焦げ。どうぞ。え、全然違う。全然、全然違う。全然違う。超ノーマル。アイランドハワイ。これ日本でも作れますよ。高いんだから。それから500円だから。まだ500円です。500円ですか。500円です。アイランドハワイうぜえな。やったー。でしょ。あと、ハワイといえばなんかちょっとスピリチュアルっていうか、なんかお願いみたいなあるようになりますよね。ハワイの塩。嬉しい。ソルト。匂いどっちがいい。何これ。バカバカソルト。あ、ちょっと、あ、酸っぱいナプラアレルギーだから。確かに確かに。お風呂に入れてください。あ、これいいね。あ、すごい、もういいよ、もういいよでしょ。あ、いいよ。だからもうここぞっていう清めたい時に使ってほしい。じゃあ今日だな。何今日だ。いい匂い。以上になります。ありがとうございます。物価高いのに。いやいや、もう後で請求するんです。ハワイは高すぎるよね。異常異常だって。ステーキ2枚、本当にウルガンのステーキ3万6000円する。
マジやばい。じゃあマリナさん。まあまあうちはもう普通にもう実用的なものを買いましたよ。漬物ない？持ってこれんのかよ。いつも漬物買ってくれる、うん、いやあのドバイとギリシャのお土産を。はい、サントリーニってあの白くてめっちゃ綺麗なところだよね。そうそうそう、あれいいね。あれマジ行ってみたい。猫もいっぱいいて。猫もいっぱいいて。なんかさマリナのストーリー見てる限りでも日本のさなんか沖縄の端っこに行ったっていうストーリーしか上がってなかったけどちゃんと違う国行ったんだよ。ちゃんと行きましたよ、うんうん、なんかもうちょっとさ味わいたいじゃんこっちもさ、うん、うちは結構ハワイですみたいなストーリー上げてたんだけど、マリナ毎日猫の写真しか上がらなかった。どこ行っても猫いんだもん。景色を撮ってくれよ、ね、もうちょっとずっと猫のあの寄ってくるおっちゃん遊んでるんですけど、サンセットとかね、ねそういうのね、まあまあいいのよそういうの、うん、じゃあまあドバイの土産、はいはい、サモニーさん、まあ、ごめんドバイってどこのどういう何行ったことない。アメリカでしょドバイも。ドバイ？アメリカ？ドバイってアメリカなの？え、わかんない。アメリカじゃないでしょ。え、待って、どこに行ったか分かんない。違う、ドバイ。でも、ドバイどこに行ったか分かんない。え、ドバイってどういう 何か分かってないの？ドバイってどこ？なんか石油湧いたとこじゃないの？アラブ首長国連邦。全然違う。え、だってうちら降りたよね、ドバイで。ケニアに行くとき。あ、そうだっけ？降りたの？降りた。ドバイ。あの空港で。暑いとこですよね。うん。で、なんかディルハムっていうわけわかんない、なんか、うん、ドルとかじゃないの。へぇー、はい、お金がそう、なんかディラハム、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 まあ、まずあ、まずサオイ、そう、さっき言った、実用性あるわ。めっちゃ、え、かわいい。あの、ドバイってスプーン全部金とかの、あ金のランプとか、え、マリナちゃん大好きじゃん。あ、そうそう、うちさ、ランプ買ってたじゃん。買ってた、ああいうのばっかの、だからちょっとこっち系に。すごいよ、これ。いやでもあの、あ、ごめん、これ、さ、ごめん、あ、これ、あ、間違えた、これ、あ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 りがとうございます。あ、まあ、でも一緒です、一緒です、一緒、一緒です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 、ありがとうございます、一緒なんです、一緒なんです、一緒です、え、はい、え、中身も一緒ないです、一緒です、はい、そう、で、これがもうあのサントリーニのトースター、ありがとう、じゃあじゃあ、これもお二人セット、あ、二人で2セットよ、そんなことないよ、一人で1セットでしょ、二人で2セットとかね、一人で1セット、サウリンだけちょっとあの1個土産なんかこれなんですか、うちなんかうちポーチ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 これ愛知県で、じゃあこれなんかうちこれ買ったのよドバイで、そしてなんかもう1個もらったからサウリンワンプラスワンプラスワンプラスワンかわかんないけど、ありがとうございます。アリシャン使わなそうじゃん、ポーチといえば、あ、これはなんかこの間プライベートで行ったの、神社のお土産ぐちゃぐちゃしすぎでしょ。日本一宇宙に近いと言われてる、あのラインナップで宇宙の話されると怖いんだけど、まあ、日本一宇宙に近いと言われてる神社のシール、どこに宇宙があるんだよ、日本一宇宙に近いって言われてる、日本一宇宙はもつけてますから、それも、うん、もう踊り出してんだけど、うざいな、いいんだけど、パゲン君はですね、やった、ありがとうございます。まあまあ、まずサントリーニポーチまたポーチサントリーニ、まずサントリーニ待って、じゃあ内掛けとポーチはで、サントリーニはもうポーチさ、なんかポーチ集めすぎじゃない？ご当地ポーチ、いくらあってもね、いくらあってもいいじゃん。本当そう。いやなんかさ、お菓子とかちょっと好き嫌いあるじゃん。うん、だからちょっとやめたのよ。なんか、まあ、物でね。ポーチかなみたいな。でまあギリシャ。ゲスクでも置物か。あ、置物ね。すごい。アテネのゼウス。ゼウス、神だ、開けて開けて、神ですか、ゼウス、神様の、ゼウスって神ですからね、いやもう日本じゃ買えませんか、そうだよ、アテネ日本で買わないんですよアテネってばじゃあゼウス神殿がありますからね、すごいすごいなーすごいなんか結構、早く並べて並べて並べて裸の男ばっかりすごい、いろんなのあったんだけど、まあまあ影劇には特別、もう一つドバイの、うわー影劇はもうギリシャもアテネもドバイ、ドバイもドバイもあります、え、嬉しい、え、ドバイじゃん、これは嬉しいよ、影劇、いいですか、何隠しながら落とすの、これ嬉しい、え、何、なんかドバイってさ、こういう甘えてる、甘えてるターバン巻いてる、これ一目見た時に影劇に、いや、これ一応旦那さんと、これ影劇に、いや、その横にアロハつけてる、もうさ、全部一緒なの選んできてるもの、違う、うちが選んできてるラインナップと全く一緒、キーホルダーと置物とポーチ一緒、一緒、めっちゃ一緒、え、やばいやばい、しかも男の着物をさ、両方選んでんの、やばいよね、すごい、いやこれ、しかもちょっと重みあるんですよ、これちょっと重みある、謎に、嬉しい、ありがとうございます、以上ですか、はい、はい、そしてそんな影井くん、ごめんなさい、めっちゃあの動画になると思ってなくてめっちゃ普通のもん、あ、全然、まあまあまあ、影井くん毎回毎回影井くんいつもくれるね、福岡のお土産、福岡、楽しみ、何、はい、うわ、でもいいじゃん、明太豚骨スープ茶漬け、お茶漬け、え、待って、さっきお茶漬け食べたいと
思ったの。え、怖っ。絶対うまいですよ、これ。怖い。僕もお茶漬け大好き。絶対おいしい。スパゲッティにもだって。え、ちょ、絶対うまいやん。そして、ラーメン3種類あるので、好きなものを選んでいただければ。喧嘩になっちゃう。3つあるんで。長浜ナンバーワン。なじまて。で、あっさりまろやか。後者じゃあ一回指さすみんなで、あっさりか真夜中、真夜中まろやかまろやかか豚骨、せーの、あー最初はグッチャッ、ありがとうございます。やっぱり、やっぱり、やっぱり弱い。えー、ありがとうございます。結構嬉しい。うん、嬉しい。結構嬉しい。あの結局甘いやつとかより、ご飯初だね。結構嬉しいわ。だから酒飲んだ後とかにちょうどいいかなっていう。確かに。うちらあのプライベートでもこう動画関係なしにどっか行ったら必ずお土産を買ってくるっていうのはうちら風習なんですよね。うん、だから別に今回も意識しない。意識しないで。でもさすがにサオリには行った。韓国だから。そうだ、お土産買ってこない。韓国は、韓国もういいやと思ってたから。あ、うちもう一カ国行ったんでいいですか。あ、はい。え、もう一カ国行ったんです実は。どこ実はちょっともう一カ国って言ったんだよ。もう一カ国って言ったんだよ。目つぶって、目つぶって。だってさ、目つぶって。スケジュール開けないで。絶対嘘だ。韓国だって。絶対嘘だろ。もう一カ国行ったもん、本当に。思い出すようなことじゃなくね。絶対開けないでね。はい、それでは目を、待て、目を開けてください。せーの。私もう一カ国行ってきました。撮ったの？撮ったの？実現だ。実現。実現だ。テキーラマエストロになりました。さらった発表。実現。そうなんです。もう認定した。実現。すげえ。すっごいこれ撮るの大変だったの。これでみんなテキーラマ検定の証拠公式です。え、これなんで、ちょ、教えてる。なんで、これ講習を受けるんですよ、まず。受けるんですけど、まあ地味に受けてて、最終講習とテストの日、なんと沖縄コレクションの翌日。え、うちさ、待って、浮所遊びしたじゃん。え、待って、こいつは違う違う、うちと東亜と綾で朝の5時ぐらいまで飲んだのね。飲んで飲んで飲んで。で、うち帰れなかったの、その飛行機の。そう、早く帰るで、飛行機をわざわざ実費に変えて、早く始発で帰って、その日、昼からテキーラのみ。え、あんなに超飲んだ後に。だってどれぐらいヤバいかって、うち次の日の飛行機乗れなかったぐらい飲んだんですよ、酒。え、ね、もうやばい、これ。その日しかもう取れないってなってたから、もうその日講習受け、テキーラめっちゃ飲み。やっぱめっちゃ飲む。めっちゃ飲みます。毎回10杯ぐらい。マジ。次の日に寄るまで沖縄コレクションの髪型のままだったし。そんなの言ったから。え、くっさいじゃん。いや、くっさい。しかもなんか化粧も落としてないし、そのままでヤバ気合で。え、二日酔いでそれ受ける人っているんだね。いないです。でも逆に良かったんじゃない、二日酔いで。まあ確かに。え、二日酔いで当てるんでしょ、テキーラの話。そうで、テストもあるの。講習受けてる時もさ、しんどすぎて、とかなってたんだけど、まあなんとか受けて、その後にすぐテストがあるのね。で、試飲もしなきゃいけない。これは何のテキーラでしょうか。常温。常温。全部常温。全部常温。しかも超二日酔いでしょ。チェイサーは使える。チェイサーは水。マジか。水以外ダメ。やっべー。で、なんと、その飲んだやつ1800のアネホイでした。うわ、え、昨日飲んだなと思って。昨日飲んだっていうか、数時間前でキッチンに残ってるだけです。それ取れ、無事取れたんですよ。え、すごい。めっちゃおもろいよ、テキーラ検定受ける人。なんでなんで、飲んだ人、飲んだ人、飲んだ人。やっぱり話しかけられたしたもん。話もかけられたし、そんなに広くないのよ。で、13人ぐらいだったかな。毎回同じメンバーなんだけど、自己紹介があるのね、まず。自己紹介一人ずつ自己紹介がある。で、何が最悪かって、うちの座った席が先生の目の前の端だったわけ。一列目全部うちからの。あ、沙織ですみたいな。あ、なんかないんだ、適当沙織みたいな。そういうのじゃダメだ。急に言われたから、沙織ですみたいな。え、何やってる方ですか。あ、なんかまあいろいろみたいな。一人目だったから。で、次の子とか女の子で仲良くなったんだけど、キャバクラやってます。あ、そう、普通に言うんだ、そこら。そう、普通に言って。あ、バーテンダーですとか、ホストですとか、なんか結構いろんなね、会社の人とか、結構ゆるい感じで。主婦の人もいる。今こう子供が手かかなかったから受けようと思いました。すごいな。何日か行くある。トータル8時間受ければ、じゃあ4時間で一気にやってる。二日酔い4時間したってこと。あの日4時間やった。死ぬ。やばい、マジで。本当にやばくて。もうその二日酔いの度具合が分かってるから、それが一番衝撃的、うちは。そうか、講習で飲むか。講習でまず10杯から15杯。マリナ、札幌コレクションの帰りのあの状況のままテキーラ検定行ってるみたいなもんだよ。いや、無理だね。でしょ。いや、本当にやばかった。気合だよな。気合、気合だし、これ逃したらもうお金もあれになっちゃうし、ずらせんだけど。え、いくらで取れるの。これ受けるのは4万円ぐらい。
っこいいしな、これめっちゃかっこいいでしょ。かっこいいの、なんかこれうちらのお土産じゃないの。違います。ちょっとなんかドバイ感ある。ドバイ感、メキシコです。うわ、すっげえこれマジで。え、これマジ自慢できるわ。しかもここにつけられるんだね、バッチとして。本当はバッチなんだけど、あのお姉さんが、ああそうだ、ネックレスにしたね。そう、パクってネックレスにしました。靴だよ、ちょっと酔っ払って。いや本当、いや、つけて歩けない。しかもなんか二日酔いのまんま行ったっていう思い出もこもってるね、これね。本当これね、あったの。これ絶対辛かったよ。しかもさ、うちにさ、サプライズしたかったから、次の日テキーラ検定って言えなかったんですよ。そう、言えなかった。マリアちゃんにも、なんで飛行機早くするのって言ったら、ちょっと予定やってる、予定やってて、なんかうちらもさ、数知らないからさ、ガンガン飲ませてるのよ。いいじゃん、飛行機で寝ればとか言ってさ。でもさ、逆に予習だってよかったんじゃない。予習全然全然ね。でも待って、今思えばうちはずっとハブ酒飲んでたから全然テキーラじゃないよ。しかもハブ酒のゴールドみたいな飲んだんだよね。ハブ酒の中でも高い、なんだっけ、ちょっと頭つけた、アルマンドじゃなくて、泡マンド、泡盛飲んで、泡マンドって言うのやつ、泡マンドゴールド、ゴールド飲んでて、超羨ましい。これメキシカンの女の子いけないよ。サオリンだけ持ってんのか、かっこいいんじゃない。いけんのめんどくさい。いやでも本当に何でも聞いて、いつも何でもしてるから。いや、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、プロフィール書きます。うわ、それ絶対書いた方がいい。書いた方がいい。ました。じゃあ、風呂入ってないってことで入ってもらっていいですか。入ったよ今日は。風呂入ってないってことで美容室行ってきたんだから。いや、なんで風呂入ろうってなったかっていうとさ、海外でさ、シャワー大変じゃなかった。そうだよ、バサバサだ。どうしてるの。そうだよ。そういえばうちの友達さ、海外旅行めっちゃ行く子がいるんだけど、うち嘘だろと思ったんだけど、ストーリーにね、必須とか載せたのがシャワーヘッド載せてて。え、持ってくってこと。そう、海外の水信用できないって言って、後ろある、シャワーヘッド持ってってる子いる。すごいね。いやでもね、結構多いと思う。肌荒れる人いるじゃん、香水でさ。うちらケニア行った時やばかったぞ。シャワーから鉄の水出てきたんだから。サウリーなんて紅茶のパックの服入ってる。殺菌効果とか言って、あっちの水がやばすぎてお風呂どうしても入る。そうそうそう、紅茶のパックめっちゃ入れまくってたで、色ごまかす。そうそうそう、うちなんてハワイ行ったからさ、潮風でとんでもないことになって、うちロングになったんですよ。だから、なぜ伸びたわけ。ロングになったんですよ。潮風でやばすぎて髪の毛パサパサになっちゃって、次の日にうちも美容室行った。そういうことね。そう、ボケかと思って。美容室行って、広がりすぎちゃってるから、もうエクステつけようって言ってつけました。あ、そういうことね。はい、半年以上ぶりにロングになったんですけども、はい、というわけで今回、はい、サドーニアさんがシャワーヘッドを新しく出したということで、またいただきました。サロニアさん、すごいっすね、マジで、うん、ありがとうございます、ほんとに。ちなみに、うち、海外でもサロニアのヘアアイロン持ってったわ。あ、うち持ってたわ。そう、あ、使われてた。うち持ってたわ。こちらでございます。はい、せっかくなんで、お風呂場に行きたいと思います。というわけでですね、サロニアからついにこちらシャワーヘッドが出たんですけども、はいはい、まさかの値段いいですか、先に。お、はい、気になる。シャワーヘッドの抑えたいスペックがちゃんと全てついてですよ、うん、お、2万円台でございます。おお、シャワーヘッドに2万円台は安くない、うん、コスパ最強。まあ、うん、何がどう揃ってるんだっていうのが重要だと思うんですけど、ね、通称炭酸美容バブルシャワーって言うんですけど、自宅でヘッドスパ気分がいい、味わえるというシャワーヘッドでございます。なんとコラーゲン、ヒアルロン酸の美容成分、シャワーでを配合した重炭酸タブレットを、こちらですね。はい、ここにカチッとね、ここにね、入れるんだよね、入れてください。体温を入れちゃっていいんですか。すごくね、これ。すごい、めちゃくちゃ本格的だね。最新だね、めっちゃ。はい、入りましたか。入りました。はい、重炭酸イオンが溶け出した炭酸バブルを自宅のシャワーで浴びられるという、自宅で炭酸ヘッドスパすごい味わえるという。あのさ、今日うち美容室行ってきたんだけどさ、美容室ってさ、あるよね、バブルの炭酸のジュワーってやつですね。まずこの重炭酸タブレット、これをね、使うべき理由があるんですけど、なんか毛先パサつくなっていう悩みのあるとか、シャンプーとかで落としきれないトリートメントとかヘアオイルのスタイリング剤が原因なこともあるんですよ。あとはサロニアのシャワーヘッドがあれば、その重炭酸イオンが溶け出した炭酸バブルと、毛穴よりも小さいウルトラファインバブルで毛穴の奥の汚れまでスッキリ落としてくれる。細かい、はい、そうです。髪の毛だけじゃなくて頭皮の汚れも落としてくれる、いいっていう効果もあります。夏はやばいですよ。はい、しかも先ほども言ってたように、コラーゲン、ヒアルロン酸も配合でツヤ感とかサラサラ感がすごい。すごいな。で、炭酸タブレットはセットの品で、6錠ついてきます、はい、もちろん髪の毛だけじゃなくて肌とか全身にも使えるので、真夏の気になるボディメンテナンスにもとても良いとされています。露出いいですかね、はい、うん、週1回の使用で OK、 週1回のスペシャルケアができるということです。
炭酸これなしでも OK です。うんうん、普段使いは炭酸テブレットなしでも大丈夫です。全モードに毛穴よりも小さいウルトラファインバブルの搭載してますので、汚れをすっきり綺麗に落としてクリアにしてくれます。炭酸タブレットなしでも普通のシャワーと全然違うという効果。気になる。シャワーヘッドは本当に大変だ、ね、変えた方がいい。多分これマリナ昔から推奨してた私たちに。そうだね、まあ、何年前から推奨してるんですけども、はい、じゃあ実際に使ってもらいたいと思います。はい、使っちゃうよ、うちも。はい、このモードがですね、ジェットモード、フェイスミスト、ボディミスト、で手元ストップボタンがあります。はい、はい、説明書に書いてあります。まずジェットモード、案件もらう前にやってみたんですけど、うん、炭酸のこの出具合っていうか、ちょっと一回出してみてください。しかもここオンオフできるんですよね。はい、オフ。わかる、炭酸の炭酸めっちゃ炭酸、はい、炭酸タブレット入れてるからこういう風な感じなんだけど、これなしでも大丈夫ですよ。じゃあ頭皮にちょっとジェットしますよ。はい、うわー気持ちよそう。ちょっと裏向いてもらえますか。確かに、はい、すごい気持ちよさそう。このジェットモードでやってます。いいウルトラファインバブルと水流で毛穴の奥までやってます。すごい頭皮良さそうな感じする。いやね、これめっちゃいいよ。このね、水圧っていう、水圧がちょうどいいのよ。前に出した私の美容動画、3人が止めた美容動画の時に、マリナもうちも話したのが、頭皮の汚れをしっかり落とした方がいいよっていうのを、うちらめちゃくちゃ言ったのよ。うん、本当にこれは一個人の感想で言うんだけど、うん、そういうのでケアうちらめっちゃしてるよね、髪の毛の。でも、頭皮はそう、あの夏はマジで、うん、あの頭、ちょっとこうやって匂いが来たとか、嫌だもん、女の子とかね。マジシャワーヘッドって結構マジ重要なんでっていう、あの個人的な感想でございます。はい、これめっちゃいいぞ。髪の毛洗う時に、うち心がけてんのは、想像以上の2倍水で濡らすと髪の毛の汚れがすごくシャンプーした時に落ちるんだけど、うんうん、いっぱい濡らさなきゃいけないのって多分普通のシャワーヘッドだからと思うんだけど、うんうん、これだと多分だいぶあのウルトラファインバブルで小型の水流だから、わざわざ結構時間かけて髪の毛濡らさなくても多分大丈夫ってことだよね。それね、そうだね、うん、これめっちゃいいぞ。はい、使い心地すごい良さそう。でもう一個のモードですね、フェイスミスト、オンミストでお肌を優しく洗える。おお、すごい、かなり細かい。めっちゃ気持ちいい。すごい、すごい、すごいよね。これ顔でしょ、はい、顔。これどういう感じ。これはもうお肌を優しく洗える細かいミストですね。じゃあまず、はい、顔に当てるやつなんで、まあね、一回ちょっと化粧落としてください。はい、メイクしてるんで、はい、クレンジングだけじゃ落ちきれないね。そうなんだよ。うちも確かに使ってるミスト絶対使わないと心配。湯船使わない人とかいるじゃん、シャワーだけの人とか。そういう時ってさ、うん、毛穴が開いてないから落ちにくかったりするけどさ、眉毛がすごいね。こういうなんか間ね、毛穴まで入ってくれる系のシャワーヘッドだとめっちゃさ、お風呂に浸からなくてもシャワーだけでもちゃんとね化粧落とせる。うちの周りにいる美容に気使ってる人はみんなシャワーヘッド変えてるね。そうだね。じゃあいきますよ。はい、おおおお、すごい綺麗。すごいから分かりやすい。分かりやすい。めっちゃ綺麗に落ちてる。顔ってガンガン擦るもんじゃないからさ。え、すごい、すごいよ。首の顎の下も、顎の下も。あ、でね、これ見るとさ、細かいミストいいわ。マジですごいんだわって思う。マジですごい。すごいよ、マリナ。手でゴシゴシしてない。してない、してない。一切してない。水圧がちょうどいいのよ。あー、うん、やっぱ全然違うんだ。うん、全然他のとは。違いますね。はい、毛穴の奥まで取れそうな感じしてるもん。マリナ結構ちゃんとしっかりそんな流すのね。うん。はいはいはい。お。ね、こすってないですか？こすってない。すごい。他にも、ボディミストって言って広い面積にシャワーが当てられるから、全身に今のちょっと物足りないなっていう場合のやつで、最後。これいい！これが普段の多分シャワー浴びる時のやつだよ。そうそうそう。うちが前使ってたやつさ、ジェットとミストしかなかったの。ジェットの体はちょっと痛いんだよ。ジェットとミストしかなかったの。これめっちゃいいわ。めっちゃいい。しかも炭酸だよ。炭酸ブルーも好きだよ。すごいわ。肌にね、いい感じするよ、この。炭酸の洗いがいい感じ。あれ入ってます、もしかして塩素除去カートリッジっていう。そうなんです、入ってますよ。それがここにね、ここに入ってます。塩素除去カートリッジっていうのが入ってて、最強じゃん。これすごいよ。塩素って髪の毛の保水力とか保湿機能を下げたりしちゃうんですけど、これに塩素によって髪の毛のキューティクルを傷つけることとかもあるんですよ。これがあれば塩素の刺激を抑えて髪の毛と肌をいたわってくれるっていう。よくプールとかに入ってるね。色落ちもしてるじゃん。そうそうそう。
多分どの水道水にも入っちゃってると思うんだけど、それをここで全部抑えてくれるっていう、うん、それがやっぱシャワーヘッドのいいところ、ね、いいところだよね。すごい。でもここまで全部の機能がしっかり搭載されてますよっていう説明が入ってるのはちょっと初めて見たかもしれない、うん、すごい。というわけでじゃあちょっと髪の毛を乾かしてみますか。はい、はいはい、というわけで乾いたということで、はい、すっごいすごいすごいよこれ。ドナヘアもね、たまたまサロニアなんですよ、うち使ってるのが。そうなんで、びっくりなんですけど、アイロンもサロニアなんですよ。全部サロニアさん。そうだ、そう。はい、というわけでですね、新情報がございます、はいはい、皆さんびっくりしないでくださいね。実はこちら最大約 60% カットで節水にもなるらしいです。そうなんだ、はい、そうなの、節水にもなるんだ。それもすごい、結構水流すごかったけど、それもすごいんですよ。でですね、もう一つ素晴らしい情報がございます、はい、セット品がめちゃめちゃ豪華でですね、うん、ウルトラファインバブル搭載でこれだけ多機能だとだいたい 3,4 万ぐらいするのかな、うん、シャワーヘッドは、うん、はい。でもサロニアはこの塩素除去カートリッジと炭酸タブレット6錠がついてきます、うん、それで2万円台の金額ということで、安い、はい、こちらセットがめちゃくちゃお得なんですけども、実は今、うん、Amazon プライムで先行セール開催中でございます。はい、サロニアのシャワーヘッドが税込み23,760円のところ約 25% オフで税込み17,800円で手に入ります。めっちゃ切るんだ。ちなみに Amazon プライムデー終了後は概要欄記載している公式サイトからも手に入ります。あー、はい、安心だね。安心でございます。ただお得な時にぜひゲットしてほしいなって思うんですけども、うんうん、このいろんなものが入ってて、しかも切り替えもこんだけできて、うん、しかももし仮にこれを旅行先に持ってくとしたらとても軽い。はい、本当だ。軽い、軽いんですよ。軽っ。いやいや、それは軽い、めっちゃ軽いでしょ。軽っ。だからうちら明日旅行しに、あ、そうだね、あ、そうだ、持っていきますね。お願いします、はい、サロニアさんの家電で私たちは生きてるので2個しか届いてなかったんで、1個足りなかった。確かに2個2個でしたね。結構ありがちだよね。はい、欲しい、ありがちずうずうしい。そうなんですよ、申し訳ないです。すいません、ずっと2個しか届かないんですよ。ちょっと3個でお願いしたいな。喧嘩になっちゃうんで。はい、喧嘩になっちゃうんで、すいません、お願いします。ということで皆さんぜひ概要欄からゲットしてみてください。バイバイ。まず一つ目が、はいはい、こちら実は中にこうヘビが入ってるヘビ入りハワイハブ州、はい、ハブ州ヘビ入りですね、はい、それはで、こちらがエロイベ、ネズミ入りネズミになりますね、はいはい、でこれが大偽物の大偽物、はい、大谷さんだけ、はい、OK です、はい、ありがとうございます。